はい、今回はね、螺旋の宿っていうホラーゲームをやっていきたいと思います。はい、こちらね、なんかメインストーリーがめっちゃ深くて面白いよっていうホラーゲームなんで、楽しめたなと思ってます。楽しんでいきます。よろしくお願いします。子供の頃考えた、命は消えるとどこへ行くのか。夜になると心がざわついて空外へ飛び出した。街灯だけが照らせる夜道、怖い気はしなかった。死んだ姉さんが近くにいるような気がして、僕は姉さんと話がしたくて。もう結構序盤から重い感じできたね。結構序盤から重いよ。守護霊を選んでください。なん急にね、急に守護霊ね、 OK。 選んだ霊によって難易度が変わります。 OK、 難易度変わるのね。どうしよう、説明見てみるか。どの守護霊を選ぶかによって最初の所持品の数と体温の低下に対する耐久が変わります。はいはい。体温が低下するのは序盤だけですが、所持品の数は難易度に影響するので、初めてゲームされる場合は条件が優位に設定されている赤色かトラがおすすめです。はい、 OK。 ってことで、じゃあトラにするか、あ、赤にするか。守護霊なのかね。おたちでしょ。いや、おたち、おたちだっけ。おたち、はい、OK。 おたち、頑張れ、見守ってるぞ。いやいや、ちょっとね、大丈夫、あんた大丈夫かい。結構入院してる感じするけど、ちょっとあんたが頑張れ、応援してるからな。よし、じゃあちょっと早速プレイしていきましょう。はい、しょ、ここはどこかって。いやだな、俺らは葵さんの親戚が経営してるペンションに向かう途中で道に迷ったんじゃないか。おお、道に迷ったと。青井さんが近道があるっていうからついていったけど、山は基本的に正規ルートを外れるもんじゃないよね。結構冷静だね。こいつはかける、高校に入ってからも知り合った友人。うん、ホッケーホッケー。ちょっと待ってね、こういうの BGM 大きいんだよね。ちょっとこれ、こういう系 BGM が大きいから、じゃビビってるわけじゃねえから、ビビってるわけじゃねえからね。まあ、とりあえず50ぐらいにしとこうか。ビビってるわけじゃねえよ、もう一回言うけど、ビビってるわけじゃねえかな。で、OK。で、かける。たく、冗談じゃねえよ。遭難なんてシャレになんねえし。なあ、おたち、さくらのやつさ、家に帰るとお前のことばっかり話してるんだぜ。どうした急に怒って。さくらが、おたちってさ、絶対モテないよねってさ、え、なんでやねん。なんでやねん、俺モテるよ。てんてんてん、口数少ないし、ぼんやりしてるし、そういう女の、うん、女子的には候補から外れるらしいんだけど、うんうん。何を起点してんだよ、そんな顔すんなよ。いや待てよ、けど真の強さを感じるとかそんなことを話してたよな。お、何、好印象なんじゃないの。私結構モテちゃってるかわけで、まあどうでもいい話なんだよな。今はそう、男じゃねえし、なんでそんな話を急に出した今。こいつはユーマ、あーユーマ系ね。中学からの付き合いでよく一緒に遊ぶ。一緒に遊ぶのか、こういう感じのこと、ユーマとね。あれこっちなんだっけ、かけるか、かけるというもね、かけるというも。だから前来た時はこの道で行けたんだってば。え、そうなんじゃないわよ、冬山ならともかく今は6月なんだから大事には至らないって。何よ、男のくせにギャーギャー騒いじゃって、みっともない。やだ、ちょっと性格悪いんじゃないこの子。いざとなったら携帯が繋がれた子まで引き返しておじさんたちに来てもらえばいいんだから。そうだな、まあそりゃそうだよ、来てもらえばいいんだろ。ほらおたち、あんたもフラフラしてないで何かいい案でも出しなさいよ、こっち考えなさいよ。ちょっと性格悪いな、こういうことはちょっと私一緒にこう行動したくねえかな。たく、男どもは全然役に立たないんだから。役立たずって言われるのがどれだけ俺が男が傷つくか。こいつは葵、ユーマと同じか、あ、同じく中学からの付き合い、頻繁にトラブルを起こす。よく付き合ってたなこんなやつと。大丈夫よね、道を間違えたなら来た道を引き返せばいいし。そうだね、あ、こういう子いいな。けど携帯が繋がらないのは少し不安かな。ここ雰囲気も少しこうちょっと怖いし、私ホラー映画は好きだけど、遭難みたいな現実の恐怖体験は絶対嫌。そうだ、おたちさん知ってる、
怖い体験をするのって嫌なのに怖いものを求める人の心の心理、ん？人この人の心理、人間って恐怖を感じることで自分が生きてるってことをより強く実感できるらしいのよ。へー、そうなんだ。だから私みたいなホラー好きは生きてることへの渇望みたいなものがあるかもしれない。ほうほう。あくまでも安全が保障されてる状態でね。おたつさんどう？いや俺は別にホラーとは関わってなくてもまあまあ楽しい人生やっていけてるかなと思うんだけどな。この子はさくらちゃん、ユーマの妹で何度か会ったことがある。あ、ユーマの妹、そうなんです。こいつ高校の時の友達のユーマの妹ね。 OK で、こちらがか忘れちまった。まあいいか、まあわかるべ、記録しとこうか。 OK 記録したよね。はいで、何すればいいんだ。あら、また同じ場所だ。うん、オッケーオッケー。周りを探せと、探索しろと。お、見ちゃうぞ。おい、お前ら見ちゃうぞ。奥への続く道を見つけた。おい、見つけたよ。こっちはないのね。了解。戻る道。フラフラしてる、フラフラしてると葵が荒れる。オッケー、葵ちゃん。僕に道が続いてました。ほら、やっぱりこの道で合ってたんじゃん。大丈夫かよ、引き返した方がいいんじゃねえの。大丈夫、大丈夫に決まってるでしょ。はい、みんな注目。 OK 注目しましょう。やっぱり私が正解でした。これからペンションに向かって出発します。やばいな、おい、めっちゃトラブルメーカーっていう匂いがするんだけど。みんなごちゃごちゃ言って私の足を引っ張らないようにお前がな、ほんとお前が引っ張んじゃねえぞって。気合降ってきた。ペンションまでもう一人踏ん張りよ。これじゃ着くまでびしょ濡れになっちまうぜ。近いなら走ろうぜ。こんな山道で走るとか危ない。そりゃそうよ、山道は危ないよ、走ったら。だったらこの辺に走ろうぜ。いや、これ危ないように走ろう。まあまあな、気をつけてこうって。俺たちはぐれんなよ。はぐれねえよ。はい、これが葵のペンションね。ずいぶん汚ねえペンションだろ。葵のおじさんって経営してるペンションって聞いてたらずいぶんボロ、それボロいな。ここおじさんのペンションじゃない。違うのかい、違うのかい、ここじゃないのね。はあ、だったらここはどこだってんだよ。民宿っぽくない？おかしいよね、こんなところに民宿なんてあるはずないのに。とりあえず入ろうよ。電話借りて葵さんのおじさんたちに来てもらおう。来てもらいましょうすいません、私たち道に迷っちゃって電話をお借りしたいんですけど。誰もいないのかしら。しょうがない、上がってみようぜ。やむを得ないな。うっ、どうしたどうした、ウクって。まあ、いいか。突然頭に痛みが走ったところだな。読めねえから、いいか。私聞こえるか。おばさんに気をつけて。姉さんの声が聞こえたってこと。おたちさん大丈夫、頭痛むの。こんなところで立ち往生じゃ気分も悪くなるぜ。電話を借りてさっさと出ようぜそうしよう。パンフレットを手に入れた。靴置き場のようだ。管理者室だろうが、だろうか、鍵がかかっている。鍵がかかっていると。記録する、記録しよう。こまめにセーブね。こういう時はこまめにセーブ。よし。薄気味悪い民宿ね、こんなので客来るのかしら。経営をなめてるんじゃないの。どうしたお前、口悪すぎだけど、お前、怒られるぞお前。ファンが並んでいる。大丈夫か、おたち。しっかり薄気味悪い民宿だな。しっかしか、しっかし薄気味悪い民宿だな。これじゃ客は来ねえだろ。そりゃ来ねえな、多分こんなところじゃ。ん、さくらなら電話が見つからねえって一人で奥行ってたぜ。オッケー。あいつが怖がりなくせに、もしかすると体調が悪そうだったお前のことが心配だったかもしれないけど。わ、私のこと心配だったってことね。時々思うんだよな、女はすげえって。さくらもそうだけど、女は普段ビクビクしててもいざとなったら腹をくくるだろう。お前の姉ちゃんも、ああ悪い、余計なことだったな。そうや、姉ちゃんのこと言うなお前。構わない。おたちの亡くなった姉ちゃん、子供の頃お前の川で溺れてるのを見て助けようとして川に飛び込んだらまだ続けんのかいお前。一緒に溺れたけど姉ちゃんまだ小学生だったのすげえよな。ああ、ありがとうな、うちの尊敬する姉ちゃんだわ。女ってさ、男に比べるとずっと早くから自分にとって大事、ね、必要なものを理解してるような気がする。ああ、まあそうかもしれないね。
俺だったらもうな、小学生の時なんて鼻水ばっかりすすってたからな、鼻もじって鼻くそ食べてみたいな。さからを見てると時々そう思う。で関係ねえ話だったな。つうかかけるはどこ行ったんだ。いつの間にかいなくなってるし。かけるいねえな。なんだこれ。引っかえたな、かけ、引っかえたな。跡が残っている。跡がついている。オッケー。トイレ、トイレか。オッケー。あ、傷ある。よいしょ。タイルが割れている。タイルが割れているんだね。ボロボロだな、この民宿。何もないと。お、うん。お前、うん。閉まった、お前。お前閉まったな、お前。おお、なんで閉まって。おお、閉まったな、おい。おお、閉まった。な、なん、お前。勝手に閉まってばっかり。ん？どうした？あがま？あがま？なんだ今のは。薄気味悪い女の声だ。いや、あがまの声だわ今の。歓喜の笑い、歓喜の笑いのようにも聞こえた。喜んでるあがまだったな。あ、ちょっとちなみにうちのあがまっていうのはうちのクランの子ですね。あ、こちらです。こんな感じです。奥にさくらがいるようだ。ここは私が見てるから、おたちさんは他の場所を見て探してみて。大丈夫お前一人で。心配だな。美しい女性の絵だ。あー、いいね、かわいい。よいしょ。2階に来たけど、墨をこすりつけたような真っ黒な文字だ。うん、出られない、出られない。出られない、出られないと。何もない、目星もない。これか。日記。見た、俺は女を見たぞ。ひどい姿だ。あの肌の色、生きた人間とは肌と思えない。気づかれなかったが幸いだ。もう二度と見たくない。ここにも来たくない。下に別の人間が走りかけを残している。別の宿泊客が書いてたでかい女の子とか。しかし私はまだそいつを見ていない。見たのはおさげの女の少女だ。この民宿は一体、謎があると。みんなが見たと言ってる女の少女ね。レインコートがかけられてる。オッケー、レインコートがかけられてるね。鍵を見つけた。厨房の鍵ね。了解。これ進歩しちゃったんじゃないの。よいしょ。またトイレだよ。またトイレね。なんかの知ってんだから。ほらほら、どうした。あ、これびっくりしかしたやつが大きい。どうした。こんなん俺しか喜ばねえよ。こんなでっけえびっくり。マッチ棒手に入れた。 OK。 あ、怖、ちょっと今は怖くねえな。使用済み有効期限が過ぎている。ん？どうした？男便所のタイルが外れたってことか？鹿の剥製だ。生きてるようなけど生々しさがある。あ、また文字だ。生存率 1%。 その 1% でさえ…てんてんてん。どうした？怖い怖い。あ、なにこれ。客室ってことなのかな。宿泊客が残したメモのようだ。お、ま、メモ2ね。真っ赤なでっかい2メートルか。いや、もっとあった。あれは人間じゃない。体の触れが止まらない。こんな民宿に泊まるんじゃなかった。さっきから言ってるね、結構。でかい女がどうだろうだろうって。手のやつかない。テレビはつかないと。おお、なんだなんだ、なんだ今の。電池式のポータブル扇風機。緑の文字はちょっとあれだな、なんか結構キーパーソンみたいな。キーパーソン、どういうこと。キーになる、重要な感じってことかな。おい、いけねえいけねえ。厨房の鍵を手に入れたんだろう。鍵を開けた。あ、これ厨房か。 OK。 よいしょ。新聞紙で包まれた何かが段ボールの中に保つまで。それ食器だろうか。あ、食器ね。
ドアの隙間からなんかこのものが垂れてる。どうした、ドアアップ急に。ドア開く。どうした、出てきた、出てきた。なんかや、間一髪で避けた。危な。なんだろうか、髪の毛だろうか。どうした、結構髪の毛落ちてくるな、ウィッグ系。テーブルでかすぎるだろ。ガスが止まっている。オーケー、椅子1個しかねえし。ん、これは血臭いな。あれは血か、ちょっと調べてみよう。ん、なんもねえな。あ、ちょっと待って、血があるじゃん、血が。あ、ちょっと待って、その前に文字読んでいい。文字。火が欲しい。ランタン見つかったのに点火するものがいい。お、マッチ、マッチ持ってるよ俺。やだ、置いてかないで。よしよし、鍵がかかっている。 OK、 人形のようだ。背中にスイッチがある。スイッチを入れてみる。人形がその場で遊びを始めた。電池の声で怖い。音が怖いって。足踏みしている。電池で動いてるようだ。あ、電池で動いてる。さっきのあれだな、なんだっけ、電池式ってことはさっきのあれじゃね、使えんじゃね。キーボードに汚れはない。キーボードね、キーボードも重要か。 OK、 そう、電池取り外せねえのかな。電池で動いてるようだ。取り外れないね。 OK。 ベッドが3つ並んでいる。メモだ。誰かが書き残したメモのようだ。本館と別館をつなぐ渡り廊下には樹木が多い。あの女から身を隠すのはには手かし適し。これか、こいつか。おたち、小さい日向の大きい弟。おたち、日向、雪と反対に行ったら赤おばさんいるから行ったらダメ。日向姉さん、姉さん日向っていうのか。日向は日向じゃない。日向は日向の友達。あ、日向、同性の姉ちゃんの友達の日向ってことな。ターくんと遊んでくる。いってらっしゃい。お前透き通ってんぞ。消えた？どうした？これは本館別館。あ、ちょっと待って、上に行ける道がある気がする。オッケー、行けた行けた。戸が入ったり閉じたりしてる。入る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 。入れないしよね。で、防空壕、あと離れのご使用はお控えください。防空壕、あとこれか、防空壕。入れないと。吹雪が吹き荒れている。これ以上は進めそうにもない。どうして雪がここから急に。さっき言ってた女の子が言ってた雪とは逆にあれがいるって言ってたの、これじゃね、ここじゃね。今は赤おばさんいるよ。はい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 、そんな感じね。戸が開いたり閉じたりしてる。どうした、別館行けないの。なんで、なんで行けないの。俺は道を間違えた。36度、吹かなくても大丈夫かな。こっちか、こっちじゃないのか。あれ、行ったか2階は。なんかあったか。気分が悪いならそこで休んでろよ。もう優しいじゃねえか。薄気も悪い民宿ね。こんなので客がさっきと一緒だな。喋ってんの、もう一生喋ってんの一緒だな。モブか、モブなのか。鍵がかかっている。ん、どこだ。
どこに進めばいいんだ俺は。トイレか。ここ違うか。ん？あれここ来た気がする。ここ来たな。上がってきたな。どこ行けばいいんだ。ここも来たな。髪の毛でしょ。生存確率 1% 来たな。え、どこだ。あ、こっちか。さくら、ここに私が見てるから、おだちは他の場所行ってきて。なんでやねん。さくら、俺と面識持てよ。もう死んでるあいつ、まさか。ん？え、どこだ。え、戸が開いたり開いたりしてる。今は赤坊さんいるよ。いけねえやん。え、何もないな。吹雪無理。戸が開いたり閉まったりしていけない。無理。え、どこだ。見落としてる。描いた絵を手に入れた。お、手に入れた。お、さくらの呼び声。叫び声。本が悩んでる。接客に関するコンピューターの声。ちょ、さくら。さくら。よいしょ。さくら、こっちか。大丈夫か、さくら。畳に赤いシミが見えたから布団をどかしてみたら。いや、いや、なんなのこれ、なんなのよ。この民宿おかしいよ。人気がないのに家具や食器がそのままだし。でよ、ここからすぐ、今すぐここを離れるんだ。いやよ、いや、こんなの、いや。葵、いやフラグ、絶対フラグ。待て葵、やめてくれ。トラブルメーカーだな。頭が痛む。前と同じだし。前と同じ？どういうことや。青谷優馬が向かったの玄関の方だろうか。急いで追いつけないと。いや、もう探偵だから俺は。結構調べてくぜ俺は。よしよし、何もない。何もなさそうだ。行くか。玄関。どこだ。え？書き置きがある。ユーマの字だ。何が起こってんのかわからねえが、俺たちは閉じ込められたみたいだ。葵は叫びながら走っていった。俺と桜を追いかける。おたち、かける、二人とも出口を見つけて、今すぐこの民宿から離れろ。お、あいつ優しいじゃねえかよ。出られねえし。全然出られねえ。鍵かかってんの。どこ行った。出口かける、どこにいるんだ。おい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 、一人ぼっちになっちまったぜ急に。あ、入れた。びっくりした、入れた。え、文字。あいつが来る。
冬が近い、万が一に備えて地下に十分な食料を蓄えておいた。地下に十分な食料を蓄えた。その奥は空洞になっている。業者の人にも言われたが、少々危険かもしれない。私と家内以外が入ることはないだろうが、念のためにダイヤル式の鍵をかけていこうと思う。番号は何がいいだろう。4桁だし息子の誕生日にしようか。私の趣味と組み合わせてレシートの裏にでも書いておこう。ぬは1、ふは2という具合に。ほうほう。それにしても今朝のお客さんはどうなさったんだろう。昨日はあんなに機嫌がよろしかったのに。鏡割れてるね。目ぼしいものはないと。おお、割っちまったよ。焦りすぎて割っちまった。お、なんだ、怖い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 。お、記録できる。記録すっか。はい、 OK。 とりあえず恐れないで。おい、なんだこいつ。なんだ。私は赤おばさんではないよ。私は赤おばさんではないよ。OK。なんだこいつ。そうだろうな。あいつは、なんだこいつ。あ、小さな鍵。出てきた。みんな消える。みんな消えるってどういうことや。こんな時に何を言い出すんだ。いくら寒いからって火を焚けばあいつが来るぞ。火を焚いたらあいつが来る。もっと別の方法を考えるんだ。火を焚いたらあいつが来る。こっちじゃねえな。こっちじゃねえな。え、こっちじゃねえな。おお、ほうほう、土管に入れると。なんだ？耳鳴りが。おお、なんやねん。近くで何かの気配が来た。この大きいはこういう屋だろうか。鍵がかかっている。さっきの鍵じゃダメなの。小さな鍵じゃダメなのね。なんや、何の音だろう。絵の方向から聞こえたような気がする。絵の方向。タイトル、森の泉というタイトルが絵が描かれている。うん、壁が割れている。壁が割れている。床もちょっと色違うしね。いけねいけねいけね。お、なんか今なんかあったな。おい、黒くなったぞお前んとこ。知ってんねんぞ。暗くなったよな。黒くなったよな。絶対黒くなった気がする。経営者が記したメモのような。幽霊騒ぎが続いている。最初の立ちの悪い冗談かと思っていたが、何ものお客様が赤い服の女を見たと。あと、そんなものが本当に赤い女、幽霊、霊魂だとするなら近くの防空壕が関係しない。ああ、そういうことね。しかし心一体で戦時中に被害を受けたという話は聞いたことがない。最近子供の様子がおかしい。あの子にも何か見えてるような。ようやく仕事の方にも軌道が乗り始めたというのに、うちはこの先どうなってしまう。IH ね。IH キッチン。食器が並んでいる。たどたどしい字で書かれた張り紙がしてある。ひなたとたーくんの秘密基地、誰も入れない。さっきの子か、ひなたとたーくんと遊んでくれてたの。たーくんと遊んでくれてたもんな。秘密基地ね、ここが。熊野のぬいぐるみだ。石、シール、サイコロ、ストロー、バラ、あ、小物が袋に収まってる。OK。ハニワの人形だ。体がふらつき、足がまだがおぼつかない。体温が下がってきた。どうしたお前、急にふらふらし始めて。あ、これ。袋の剥製だ。どこに変わったことがない。怪しいと思ったんだけどな。民宿が営業していた頃の記憶には、あの少女、ひなたに関する記録はない。あの子は一体何者なんだ。ひなた結構重要だね。あの、透明化してたやつだろ。婦人用の帽子がある。帽子の下に何かがあるようだ。物置小屋の鍵を手に。あ、
鍵だ。やっぴ。なんだ今。音聞こえたよな。なんだ。なんか音聞こえましたけど。誰か。誰かいるの。なんだこれ。あ、ちょっと待って。フライパンが見える。護身用に持っておきたいが、手が届きそうにもない。手が届きそうにない。なんか長いやつないの？ちょ、長いやつ。あ、これは？ソロは？長い。ダメか？フライパンは護身用に持ってきた。ちょっと待って。ここにないのかい？護身用の。ペンは？ペン使えない？やっべえ。フライパン持っときたい。フライパン持っときたい。これは？これはどうなの？使えないのね。フライパン使いて。絵が飾られている。フライパン使いて。ちょっとこまめセーブでいこうか。あ、体温服。一度目。服か。体を拭いた。タイヤは戻ったが、タオルがたっぷりと水を含んでしまった。おお。記録する。こまめセーブ忘れないから。ちょっとすいません。長いものないっすか？なんだこいつ。いや、さっきから言ってることが変わらんな。長いもんねえから。あ、これだね。機材が束になっている。機材が束になっている。これ、これさ、なんか火当てんなっつってたよな。いくら寒いからって火を焚けばあいつが来るぞ。もっと別の方法を考えんだ。あれ燃やしたらあかんな。燃やしたらあかん。真っ暗でもみんな消える。ちょっと木材あれ持ってきたいんだけどな。フライパン取るのに使いたいんだけど、使えないのかな。持ってけないの。え、持ってけるわ、持ってければいいのにな。取れんのに。これタオル、あ、これタオルだったんだ。いや、長細いのください。ちょっとフライパン持っときたいんで。ちょっと操作性むずいな。右行けねえじゃねえか。これは使えない。あ、開いた。なんだ。誰かが残したメモのようだ。化け物を見かけた。一目でわかる。それという異様な姿だった。体は優に200メートル超えている。肌をうろっていて、生存の生きてるものとは思えない。何よりも、会話を交わせるような相手には見えなかった。必死に逃げて、今はこうして気持ちを落ち着かせるためにペンを走らせている。逃げろと。誰かが襲ってきたら逃げろっていうことな。誰かが読むわけでもないだろうが、自己紹介でもしておこうか。どうした急に。ね、私はな、松葉幸厚、登山家だ。訓練を兼ねて、ここら辺の山を登っているうちに、この民宿に迷い込んでしまった。さっきの、多分書いてた人だよね、この後ろ姿。出口を求めてさまようが、同じところに戻ってきてしまった。閉じ込められたらしい。あのデカ女の呪いか。山で神秘的な体験をすることは珍しくない。幻聴を見たり、幻覚を見たり、幻聴を聞いたり。その多くは低酸素や気圧の変化によってもたらされる。心身の疲労から来るものだ。しかしこれはあまりにも軌道が害している。バカげていることしか、こんなことが現実に。デカ女がいるのは南側だろうか。余裕ができてればまた何か書き残そうと思う。生きていれば。どうした？死亡フラグしかないな。森の泉、あの絵が。森の泉、あの絵が。え？誰かが書き残したメモのようだ。森の泉、あの絵が。さっきの絵だよね。さっきの絵か。お、ランタン。え、ランタン。え、欲しいものがない。ランタンって、火つけられんじゃね？まあ、いっか。長いもんねえな。フライパン欲しいな。フライパンゲットしときたいな。あ、ちょっと待って。あった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 。お前じゃないの？大きな特に変わったところはない。いや、持ってけよ。フライパン取れるやろ。
なんだよ。え、ちょっと待って。これなんかあんじゃね？そうだよね。来た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 。おお。あ、ちまい。あ、これウィークエンドね。秘密基地。ナイス。ナイス、秘密基地。机を片付けた。ふう、なんだあれは。まだ奥にいるのか。見たい、見たい、見たい。いないの。うっ。ちょっと待って、どうしよう。あ、待って、待って。やばい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 、ちょっと待って、逃げて逃げて逃げて、やばい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 、同じそこだな、待ってくれ、やばいやばい、大丈夫か、まだ追ってきてる、まだ追ってきてる、あ、いた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 、なんだなんだなんだ、少女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 、どうした、ん、何をしているの、いるの、金、何をしているのかね、追われてんのや、何をしているのかね、追われてんねや、これ追われてるんです、追われてるんです、うーわマジかよ、マジかよ、追われてたんです、何もしてくれないのね、あいつは、あれどっからだっけ、これ見るところから、お、違うな、あ、右行ってないのか、こことここ読んで、はい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 、読んで、あの絵がこれね、でここでランタン手に入れて、何もないと、ちょっと待って、他には何もないと、あ、ここ入ってた、よしよし、オッケー。で、セーブしよう。セーブをして、よし。セーブしたから何も怖くないぞ。あー、操作性がすごい難しい。よし、いけねいけね。で、ここで見ます。バイオ女来ます。左から来ます。右に歩きます。上行きます。上行きます。上行きます。オッケー。で、左行きます。下行きます。右行きます。行きます。秘密基地行きます。はい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 。片付けます。下行きます。会いに行きます。そうすると追ってきます。はいはいはい。ちょっと大体分かってきたな、これは。はいはいはい。よいしょ、はいはいはい。お疲れ。はい、お疲れ。はいはいはい。はい、お疲れ様でした。そういうことか。分かった分かった。ちょっと俺が間違えてた。秘密基地にもう一回隠れればいいのな。ふう。秘密基地にもう一回隠れればいいのかな。でも誰も見つけられないっつうだから。秘密基地は OK。逃げます。上行きます。左行きます。下行きます。秘密基地に入ります。避けます。起きます、起きます、で机が果たします、下行きます、会いに行きます、負けますだな、ごめん、前会いに行きます、ここ来て負けます、はい負けます、よし、ナイスプレー、ナイスプレー、秘密基地、秘密基地に入ります、入ります、おお、来んのかい、来んのかい、おおおお、来ないで来ないで来ないでよ、おお、余裕やん、はいはいはい、危ね、秘密基地最強だな、秘密基地最強説、お、フライパン落としたんじゃない、あいつ、しまって、しまって、待って待って、どうやって、あ、どうした、どうやって見た、え、どうやって見た、なんだこれ、子供の階段、
猫と子供2人と赤いおばさん、赤いおばさんかこれ、一緒に遊んでんじゃね赤おばさん、たっくんと、たっくんだっけ、ひっくんだっけ、たっくんだっけ忘れちゃったけど、ひなたと、ひなたとたーくんだよね、たーくんだよね多分今、ひなたとたーくん、赤いおばさんだよな、赤おばさん。あれ装備できねえのかな、装備、武器として使えないこともない、化け物には通じないだろうが護衛用として、化け物には使えないのね、使えんのかと思ったわ。ちょ、これセーブしよう、これ何にもしないで、ちょっと危ねえからセーブしよう、記録する。OK、 いやいや、ちょ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 、よし、 OK、 おばばばば、なんだこいつ、いや赤おばさんいたぞお前、今赤おばさん、生きるようになってる、ういい、来るんかい来るんかい、あ、あ、いけないのいけないんかい、ちょ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 、おお、あ、ふう、やば、やられるとこだったぜ、びしょ濡れになってしまった、このままだと低体温症になってしまう、ユーマたちを追わなければならないが、先に服を乾かして、雨具を着た方がいいかもしれない乾かして、服を乾かすにはアイロンドライヤー、アイロンドライヤー見かけてないぞ、この認識に電気には来てないようで、そこに代用できるものはないか、で、あれか、あれだ、あれだ、どこにあったっけ、これで電池取れんじゃねえか、これまさか、これの電池取っての、やっぱりほら電池取っての2階に行って、扇風機使いのだな、2階に行って扇風機つ、扇風機使いの右だよな、右下に行って扇風機使いの電池を差し込んだ、スイッチを入れると羽が回り出す、一般的には扇風機に比べ、一般的な扇風機に比べれば空力が弱いがいいよ、それはもうないよりはマシだろう、ほうほう、よく乾かしてる余裕あるな、これでもう体温が下がることはない、もういいのな、だ雨具ってあれなんか、ここになんかレインコートかけられてるんですよ、ナイスです、これで安心だ、もう一度渡り廊下に出て南に進んでみよう、オッケー、うーわ、もうストレス溜まってる、ストレス溜まってる、バカデカ女ストレス溜まってるわ、渡り廊下行って、渡り廊下、渡り廊下、うわ壊れた、何もないのか、渡り廊下下行けって言ってたけど、どこです、どっからセーブするとかなかったっけ、あそこの温泉だ、温泉のとこだ、ここだここだよし、もう一回、ちょっと心配だから、あ、操作性難しすぎるだろ、で下行ってまた置くんじゃないの、おお、なんだお前、なんだお前、時間をかけて足場を確保し切り株を乗り越えたあ、ほら普通気づくこと、え、普通は気づくことさえできない、気づいたとしてもそこが始まり、
めばしいもの。お、下に女忍者。おう、おう、ほいほい。死んでいる？押しつぶされたように手足が関節がいびつに曲がり、顔は苦悩の表情を浮かべている。あ、青い死んじまったよ。胃の奥から強烈な吐き気があって、異物がせり上がってくる。グフッ、吐いてしまった、はあ、やばない？青、許してくれ。右切る。雨が降っていない。だいぶ疲弊してるよね、小田氏君。なんで名前知ってんねん、お前は。誰や、お前。この先に行っても民宿に戻されただけよ。ここは赤おばさん、家、日向の領域なのよ。日向の領域、赤おばさんの領域、どういうこと？日向と赤おばさんって逆じゃねえ。異なる生物じゃないの。お前は誰だ？そうよ、お前は誰よ。そんなに身が合わないと思う。お前誰や？あなたたちと同じでこの世界に迷い込んだ生身の人間よ。ほうほう。山に登ると言って帰ってこなかった姉を探してるうちに、いつの間にかね。山に登ると言って帰ってこなかった姉を探してるうちに、姉を探してるうちに。なぜ俺たちのことを知っている？会ったことはないはずだ。なぜ俺たちのことを知っている？そう思うのは無理ではないが、けれど私はあなたことを知っている。中学の時に陸上部に入っていたこと、あなたにお姉さんがいたこと、あなたが小学校に上がったばかりの頃、そのお姉さんはご病気でも亡くなられたこと、他にもいろいろと聞かせてもらったわ、あなた自身の口からね。どうした？未来人？わからないでしょうね。なんで偉そうなんや。教えろや、おまかあの化け物が。あれが何なのか私にはわからないわ。ただ日向がそう呼んでるだけ。日向とは赤いやつは別人か。日向といってもあなたのお姉さんのことじゃないわよ。さっきの薄い子のことだろう。あなたのお姉さんと同じ名前だけど、まだ会ってないかしら、小さい女の子。薄い子やろう、あの子。その日向よ。あの子が化け物を、赤いおばさんを呼んでるの。その子よ。その日向よ。あの子が化け物を赤いおばさん、赤おばさんと呼んでる。あ、赤おばさんと呼んでるのってことね。日向が呼んでるわけじゃなく、赤おばさんと呼んでるってことだ。いや、びっくりした。日向が消しかけてんのかと思った。さあ、もう行った方がいいわ。そのうち赤おばさんがここを鍵つけてくるだろうし、これあげればもしかしたらここを抜け出せるかもしれない。地下室の鍵をまた、なんか地下室作って蓄えはいっぱいあるみたいなこと書いてあったな。それであれか、暗号、息子の暗号を使うっていうやつか。娘の暗号だっけ。じゃあね、また会いましょう。ここで、ここか次、次で、ここか次で、ここが次って何やねん。おう、道なりに進んだにもかかわらず戻ってきてしまった。戻ってきたよ。次地下、次地下、ちょ、セーブな。ふぅ、地下ってどこだ。違うな、ここじゃねえな。地下ってどこだ。防空壕か。防空壕じゃねえ。防空壕か。本当にいい加減にして。本当いい加減にして。なんで、え、あっちから来たらいけなくない。いやいやいや、本当いい加減にして。え、上行ったらいるんでしょ。どうやって行けばいいと。負け。うわ、いけんのかい。おお、いけたいけた。危ねえ。あれ、防空壕じゃねえんだ。防空壕じゃいけないの。なんで。
吹雪だろ。防空壕どうやって、防空壕に行きたいんですけど、地下行きたいんです、地下防空壕行きたいんです。赤おばさんいたからこっちかと思ったんだけどな。マッチ棒手に入れた。マッチ棒2本目じゃないこれ。他に使えなそうなのかな。蹴られたらどうした。防空壕離れる、離れる。え、どこ、防空壕しか割れないんだけど。これどこよ。どこ行けっていうの。青い死んででしょ。隠れられそうもない、何もない。上から普通は気づくことすらできない。気づいたとしてもそこからが始まる、そこからが始まる。何もないね。なんだ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 、これ上かな。鍵はナイスです。光源が好きだ。あ、ランタンつけるってことか。ランタン、ランタン消えって書いてある。待ち棒、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い。ちょっと待って、セーブしとこう。死んだらやだからな。また振り出しに戻れば、ちょっとご勘弁だぜ。セーブしよう、セーブ。温泉。はい、OK。やべやべ。何度か防空壕を見て回った。念を入れて、お祓いにも頼んだ。効果はなかったようだ。うちの子はまだ赤い服の女に怯えている。何とか何とかを調べたり、地元の人にも聞いて回ったが、赤い服の女など知らないというやつは一体どこから来るのか。変わったところはないと。血ついてるよ。スナック菓子、カップ麺が入ってる。ああ、結構蓄えたって書いてあったもんね。いや、血が垂れてんのよ。うーわ、いるじゃん。一応セーブデータ2にしよっか。いや、絶対おかしいでしょ。いたでしょ今。ここで誰かが生活しているのかようだ。飲みかけのコーヒーのようだ。水はよどんでいない。水はよどん、水をよどんで、よどってから、汲んでから、まだそれほどの時間経ってないだろうか。あ、ろうそくだ。拾わないんかい。飲みかけのコーヒー。生活している。あ、メモあった。俺は絶対に助かってみせるぞ。ゴロ、ゴロちゃん、ゴロちゃん、ここで生活してんの。ちょっと待って。いや、絶対いるだろう。あ、来た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 。お、どうしたどうした。な、逃げるものは置いたくないだな。あ、え、何をしてるんだ。ぐちゃぐちゃと
泥沼の中を踏み歩くような音が聞こえてくる。誰かの遺体、その切断された四肢が上下に揺れ、単調な動作を繰り返している。赤おばさんは遺体で遊んでいる。笑っているのか、赤おばさんの口元はつり上がり、無邪気な楽しみを見出しているようにさえ感じる。う、あ、股の周りに生温かいものが広がった。口元を押さえて叫びそうになる気持ちを必死に押し殺す。正面ちびったってことか。やがて遊びにも飽きたのか、赤おばさんは遺体の前から消えた。はあ、ちょっと大丈夫か。おい、ゴロじゃねえか。何か落ちている。ザイルを手に入れた。ザイルって何？何の魔法？ザイルって何？ザル？ザイルって何よ。ちょっと待って、調べてから。何もないのね。 OK。 あ、ちょっと待って、なんだこれ、なんだこれ。ちょっと待って、ザイルが気になってしょうがない。ザイル、ザイルって何？魔法？クライミンググローブ、登山用の必需品。あ、これ待って、登山家って登山家なんじゃないの。さっきの後ろ姿のかっこいい、また生きてたら会おうみたいな、その登山家の名前がゴロっていうのか。ゴロだったんじゃないの。ほら、登山家ゴロね。登山家はゴロ。あ、ちょっと待って、本があった。行動記録的、あ、違う、ここ記録しよう。登山家ゴロね、登山家ゴロ。グローブがあった、グローブあったから多分ゴロだよね。あ、閉まっている。ダイヤ番号分かっている。分からないが試してみる。ダイヤ番号分かっている。え、ちょっと待って、分からん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 。え、番号何？誕生日、息子の誕生日って言ってたよな。え、ベッドが3つ並んでいる。息子の家族のものだろうか。あ、家族のものね。めぼしいものもない。本が並んでいる。接客に関する本とコンピューター関連のものが多い。テレビはつかないようだ。寝坊しもない。これ脱出ゲーム要素出てんな。起動しない。ずいぶん古い。キーボードは汚れ一つない。置き換えたばかりのキーボードに汚れ一つない。小さな鍵を使って引き出しを開けた。お、レシートを手に入れた。オーケー、レシート見つかったよ。ここに番号を書くって書いてあったやつか。レシートが、レシート、ぬわわあ、ぬわわあ、ちょっと待って、さっきあれだよな、ヒント書かれてた気がする。ぬは1、ぬは1、ふは2、ぬは1、ふは2、なぬに、なねぬねの、な、はふぬぬ、なにぬ、あ、赤だった、はまやらは、ぬぬぬは一、な、な、なにぬぬぬは、ぬふふ、え、ぬは一、ふは二、ふは二、ぬは一、ふは二、ふは二、ふは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 、ぬは、どういうこと？ぬは一、わは、あは、え、なにぬ、ぬ、ぬは一でしょ？一、一ってことは一ゼロ。10月、誕生日だから10月、11月、12月しかないもんね。012、012で、
01210か100か100か100111か、あ、111はないんだ。ちょっと試してみるか。ダイヤルが勝ってる。1でしょ。やば。あ、ちょっと待って。やば。ちょっと待って。持ち物、レシート見て。1位でしょ。1位でしょ。ね、1月、ん ?11 月、11月がないか。10月か。0か2か。10、0か2。0か2か。11月はない。ぬじゃないからね。1、10、ダイヤル。1、0か。10で1ずつ試せばいいか。102か。10月ですか。違う。10月3日。あ、いた。10月3日。 OK。 危ねえ。こずれですか。他のやつらのためじゃない。俺は俺の自身のために見なくちゃいけなかった。俺が生き残るためには化け物の顔を、あいつの正体を探る必要があった。うんうん。胸が苦しい。まだ震えが止まらないけど、一つだけ分かった。化け物の顔は毎回違う、別人のようだ。あいつの顔は定まった一つの形じゃない。でもどうして。それは何の意味をしてるんだ。考えろ。考えるんだ。何を意味してるんだろう。積もった土が行くの手を遮っている。土をどかせば進めそうだ。土をどける。 OK。 いけるのか。ちょっと怖いな。ちょっとセーブしよう。ちょっとセーブしよう。鍵開いた時点でセーブしよう。ここ行くか。はい、OK。 ふぅ。この位置は四角になりそうだ。あー、これ追われたらここで隠れるよってことか。どうすれば出られる。どうすれば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 いいんだ。おい、なぜ笑う。何かあいつは何か知ってるのか。とかねえとの。いざとなったら足跡じゃねえこれ。お、赤おばさんの絵だ。経営者が記したメモのようだ。がなぜかノートは開かない。なんでだよ。開けよ。ボンド。あ、地上へ通じる。ロープか。綱のようだが随分傷んでいる。降りる時にことを考えて別の準備しておいた方が良さそうだな。降りる時のことを考えて別に準備しておいた方が。綱ってこと。あ、これ、これ一個だけ色違うの。関係ねえのね。あ、これ使えってことか。つた違うか。四角になりそうだ。ふう、違う。ここじゃないと。なんでやねん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 。ねん。他のやつらとも、ここ読んだな。
角、つと。ロープ、ロープ、ロープ、ロープ。ロープ、ロープ。ロープは？いや、こっちには何もないか。いけねえいけねえ、なんだよね、いけいけいけ、よしよしよし、気持ちだから、いけるかいかないか。お前お前、いけいけ、ロープなんでないよ。あ、こっちにあるんじゃねえか。ほらほら、これか、これか、違えのかい。飲みかけのコーヒー、なんか持ってなかったっけ。ちょっとなんか持ってなかった。油脂、マッチ棒、パンフレット、光る紙切れ、フライパン、ガラスタン、ガラスランタン、お守り、子供が描いた絵、何も持ってねえな。違うな。どうしろと。こいつの服剥ぎ取る？剥ぎ取りチャンス？違うか。そんな残酷なことしねえか。いやでもここにかかってんだよな。何かかってんのかわかんねえけど。なんか、あ、これ扉か。ウィンドウってやつな、ウィンドウ。窓か。いや、ちょっとわかんねえぞ。初めての苦戦だ。セーブしよう。初めての苦戦。ん？所持金0円ってやばくない？今気づいたわ。所持金0ってやばいだろ。これなんだ？コウモリみたいなんだ？さっきから入ってきた瞬間コウモリみたいないんのは。これ、捕まえろってことか、あいつ。違うのか。いや、ねえな、何にも。これもなんかあんのか。降りる時のことを考えて別に準備しておいた方が良さそうだ。縄を。地上へ通じる縄のようだが随分傷んでいる。降りる時のことを考えて別に準備しておいた方が良さそうだ。あ、ノート、ノートっていうか縄を準備しろってことかな。まあ、ここはもう関係ねえのか。調べ尽くしたもんな。あっ、何？何を手に入れたか見てなかった。何？なんて書いてあった？何手に入れた？どれ？やば。パンフレット違うな。マッチ棒違う。違う違う。何手に入れたかだけが教えてくれ。うーわ。あっ、フライミングロ、これか。これかこれか。グローブ使えばいいんじゃねえか。ここでザイル。あ？あ？使えないんかい。あ？なんで？クライミンググローブ、登山の必需品って書いてあるの。これザイルってグローブじゃねえの。え、グローブやろ、これやろ。なんやねんこれ。これじゃねえの？グローブじゃねえのかい？え？グローブ装備できない？なんで？登れねえし。
なんで登れないんや。いつまで赤おばさん映せねえ。ザイルじゃねえんだ。誰かが着残したのだ。パンフレット。野戦の宿の歩き方と書かれてる。よ。今更かい。ええわ、もうええわ。もうええわ。これ違うとこなのかな、使うの。あ、間違えた。うーわ。おい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 。やべえ、使っちまったぜ。え、どういうこと？まあ、いっか、じゃあ戻ってみっか。なんか変化あるかもしんねえしな。いや、マジで誰もいなくなったな。急に孤独感感じるわ。髪の毛ふさふさなウィッグだろ。よいしょ。あのババアぶん殴った後だ。大パンの後、大パンの後、赤おババの大パンの後ね。ロープ用意し、ロープでも布団でも引きちぎってロープにすればいいんじゃないの。おばさんの写真、さっきの写真と違いを探せみたいな間違い探しじゃないよね。テレビはつかない。置き場、管理人室、鍵かかっている。管理人室だけか、まだ開いてねえのは。あそこか、上のところか。ここ上か、ここか。閉じた。防空壕あと、あと雪山か。雪と防空壕と上のやつと別館。別館は来たよね。散々やり倒したもんだよな。火焚いてみる。拾ってきた紙切れで火をつけて粉々に押し付けた。来る？なんか、いや来た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 。いや無理やん、無理やん。じゃあどうすりゃいいんだ。
な急に逃げ道なかったじゃん。あいつはこいつは守ってくんねえの分かったから、どうしよう。上？ここは遊び尽くした気がするんだよな。調べてみる。どうやら電池が入ってないようだ。これ電池入れればいいんじゃね。じゃああそこか、2階に行ってあの電池、扇風機にくっつけた電池を取り出してくるんじゃね。電池大活躍。はい、電池回収来ました。電池回収に来ました。電池回収できず。リサイクルさせねえぞと。いやー手詰まったな。ちょっと待ってね、ここちょっと手詰まったから、ちょっとじっくり探すために一回ちょっとあれだな、録画切って編集でくっつけっか。ちょっとね、録画切って編集でくっつけます。むしろ今回これで最後でいっか。今回ね、とりあえずじゃあ一回1話目こんな感じでやってきましたってことで、次回もお楽しみに。それまでにちょっと探すルート探しておきます。どこ行けばいいかルート探しておきますね。でどこのルート探せば進めるようになったら 2話目行こうか。2話目撮りますんでよろしくお願いします。みんな見てくれてありがとう。